アワープラネット TV の白石はじめです。2001年にニューヨークで起きた911事件、その後アメリカはアフガニスタン、イラクに侵攻し、両国は今も厳しい状況に置かれています。今日の特集は911事件から10年、イラクと福島を結ぶ日本イラク医療支援ネットワークの事務局長佐藤真希さんをお迎えしてお話を伺います。では特集の前に1週間のニュースです。沖縄県の石垣市と与那国町の教育委員会が愛国心を掲げ、自虐史観の克服を目指す、いわゆる新しい歴史教科書を作る会系の公民教科書を沖縄で初めて選定した問題で、4日那覇市で集会が開かれ、教育関係者や平和団体など約400人が参加しました。前宜野湾市長の伊庭洋一さんは、採択された違法者の教科書には沖縄の米軍基地に関する記述が全くないと批判、採択の背景には政治的な思惑があるとの見方を示しました。法律では同じ地区内では同じ教科書を使うことになっていますが、同じ八重山地区の竹富町は別の教科書を採択しており、対立が深まっています。脱原発に向けた1000万人の署名を呼びかけているさよなら原発1000万人署名市民の会のメンバーらが6日都内で会見し、現在停止中の原発を再稼働させないことなどを野田政権に要請する声明文を発表しました。原子炉を今すべて廃絶するという方向に我々が決意をしてですね、法律上の決定として私たちが決定する、そして私たちのものとすると。大江さんらは今月19日東京明治公園で5万人規模の脱原発集会を呼びかけています。生活保護の受給者が200万人を超える中、若者の生活保障を考えるシンポジウムが6日都内で開催されました。このシンポジウムは日本弁護士連合会が毎年開催している人権大会の一環として企画されたもので、法律家として何ができるかを話し合いました。日本ではこの20年間で高卒の求人が8分の1に減っています。20代から5年間働いた職場で不当な派遣切りにあったという女性は、派遣はいつでも替えがきく人材、本人がやる気を出してもお金がないと教育が受けられないので、教育面でもっとサポートしてほしいと訴えました。また労働争議などを多く手掛ける弁護士の三浦直子さんからは、労働と生活が切り離せなくなっており、学校で労働の権利教育などをする必要もあるのではないかと問題提起がありました。日弁連の人権擁護大会は社会保障や死刑制度をテーマに10月6日に香川県で開催される予定です。以上、ニュースを3つお伝えしました。では特集です。2001年9月11日飛行機が高層ビルに突っ込む映像は世界中に衝撃を与えました。その後、対テロ戦争の名のもとにアメリカはアフガニスタン、そしてイラクに侵攻、世界中に大きな影響を与えました。今日は2002年からイラクに関わり、2004年に日本イラク医療支援ネットワーク、通称ジムネットの立ち上げを行いました事務局長の佐藤真希さんをゲストにお迎えしてお話を伺います。佐藤さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。佐藤さんはもともと国際協力 NGO で、長い間働いてらして、うんうん、でその時に、2001年 の、その911事件をに遭われたということなんですけども、当時佐藤さんはどういった、お仕事をされて、その時っていうのはどういうふうにこの事件を受け止められたんですか？僕はですね、パレスチナというところにずっといたんですね。で、97年からそこに住んでいたんですけども、平和をどういうふうに作っていくのか、イスラエルとパレスチナの中でずっと紛争が続いていましたので、子どもたちと一緒にですね、平和を考えていくという取り組みをやってたんですね。で、割と僕が行った頃はその平和に向かって進んでいってた頃だったんですけども、ただ 9.11 のね、ちょうど1年前から治安が悪くなってきて、
でパレスチナが国を作るというのに対してイスラエルはそれを認めないと、で武力でそれを潰していくんだというようなことでですね、でパレスチナの方のそういった抵抗運動をテロと決めつけて、まあ、弾圧を始めてた。だからそのあたりから急におかしくなってきてたんですね、うん、じゃあそういった時にその、まあ、2001年 の, そのいわゆる9月11日の事件が起きたと。たまたま僕は日本にその時帰っていまして、はい、まあ、10年前思い出すんですけども、ちょうどパレスチナの子どもたちの、ね、絵画展をやろうということで、はい、そのカフェみたいなところで場所を借りてっていう打ち合わせをやってたんですね、ああその時はもうちょうどそのパレスチナ子どもたちの、で、はい、終わってちょっとそのワインでも飲みながら、はい、その仲間のアパートで打ち合わせをしてたんですけども、うん、テレビを見ていたら、そのテレビ見てなかったんですね、友達がいきなりやってきてコンコンコンって大変なことが起こってるって言うんですよ、そしてテレビつけろって言うから、その家でテレビ見てたんですけども、アンテナがこうボロいのでジャーッと言ってよく分かんなかったんですね、で飛行機が突っ込んできて大変だとか何言ってるかよく分からなくて、よくよく聞いてみると、なんかこの飛行機がぶつかったみたいだと、どうもでこれは大変なことが起こってテロじゃないかみたいな話があって、で、まあ、ともかく家に慌てて帰って、でうちのちゃんとしたテレビで見たらいきなりもうそのビルがこう倒壊していくんでね、これも大変なことが起こってどうなったんだろうみたいな、こうまずびっくりしましたよね。本当にあの時のもうワールドトレードセンターの映像というのは本当に今思い出しても目に焼き付いてますよね。人がねその窓から飛び降りてたでしょ、うん、で次から次へとなんか小さい点みたいなものがこう落ちてくるんだけど、それが人だっていうので、うん、ともかく驚きましたよね、うん、まあ、本当に数日本当にまあ世界中がショックを受けるような状況だったと思うんですけれども、うんうんうん、その後、まあ、いろんな動きが世界中で起きてきますけれども、まあ、その当時パレスチナ支援をされていた佐藤さんは、まあ、この後どういうように動かれたというか、うん、何が起きてったんですか。まず、ね、事務所に行くと電話がかかってきて、まずこの、ね、新聞とかに出てたのはパレスチナの過激派がやったんじゃないかっていうのが、うん、その新聞のトップに出てる記事もあったんですよ。それを読んだ方がですね、お宅の団体はパレスチナを支援してるってとんでもないじゃないか、あんなテロリストを支援してるのかみたいなね、そういうのが何件かかかってきて、まあ、それに対する対応っていうのがあったんですけども、まあ、その日のうちにそのカフェから電話があって、パレスチナの、ね、子どもの展覧会っていうのは残念ながらこの状況だとできませんというふうに断りが来ましたよね。すごくこれは悔しかったですよね。とにかくあの時というのは本当にとにかくこう、まあ、特にパレスチナをはじめ、うん、イスラムに対する憎悪というのがもう本当に高まっていて、そうです、で最初のほら1週間とかアメリカもその自分たちがいかに世界に向いてなかったかということを反省するんだけども、それがもう憎しみになっていって、いろんなものに対してこの憎しみをこう晴らしていかないとこうやってられないみたいになっていったんですよね、うん、じゃあその実際パレスチナ人がテロリストなのかというとそうじゃないわけで、子どもたちもたくさんいるし、で今度アフガニスタンで今度イラクを攻撃するというどんどんその攻撃してテロと戦っていくという話になったんですけども、実はそのパレスチナでも全く同じことが1年ぐらい前から行われていて、でイスラエルが対テロ戦争というふうに言うんだけども、結果的にはその一般の人たちがどんどん巻き込まれて殺されていくんですよね。だからまたその憎しみがテロに変わっていくから、テロの数がかえってやっぱりそういうことで増えていってるっていう、増幅されていくような、うん、むしろ状態だったんですね。で件数が増えていく、で今度はアメリカがそれを全世界に対して戦争をやるんだってこう言ったので、うん、これもイスラエルパレスチナだけじゃないですから、多くの人たちがどんどん死んでいって、テロの数がこのアメリカが持っているほど絶対減らないと思ってたんでね、うん、まあ、大変な時代が来るんだと思いましたよね、うん、まあ、その後佐藤さんは、まあ、当時はパレスチナを、うん、まあ、主にその支援されていたところが、まあ、途中からその後の、まあ、戦争の舞台となるイラクにシフトされるわけなんですけど、そこ の, 間にはなんかどういうような変化というか、うん、ご自身が、まあ、それまで大きい、まあ、日本、ボランティアセンター、日本国際ボランティアセンター、ね、JVC というところで働かれていて、まあ、パレスチナを支援されていて、そこからこう、まあ、立ち上げていくというか、イラクの、まあ、とにかく子どもたちにフォーカスを当てた活動に行くわけですけど、うんうん、そこというのはどういった変化があったんですか。まずやっぱりそのパレスチナ の, その対テロ戦争がこの国際的な世論にこう後ろ盾されてどんどん激しくなっていくんですよ、うん、で2002年になるとそのジェニンの虐殺というのがありましてね、難民キャンプそのものもそっくりイスラエルがこの
空爆をして、あとその後ブルトーザーでそのキャンプを、もうキャンプって言ってもその建物なんだけど、パレスチナの場合はそれを全部もうこう壊してしまうみたいなね、そういうことが起こっていて、でまずそこを見てすごくショックを受けて、で僕らもその緊急人道支援とかっていうことをやり始めたんだけども、そういう人道支援をやるっていうことそのものが認められない、テロリストを味方してるんだろうみたいな話になってきて、で最終的にはイスラエルがそういう人道支援をやってる人たちを入国を拒否してしまったっていうのがあってですね、僕もその中でこの入国できなくなってしまったんだね。なるほど、うん、だからそっちはその別の仲間に任せて、で今度はあのイラクがテロをねこの関係してるんじゃないかってアメリカが言い始めて、しかも大量破壊兵器を持ってね、それをこれを使ってこの今度はテロをやる、で 9.11 どころじゃない原爆とかね、そういったもの核兵器、大量破壊兵器、化学兵器ですよね、そういうものを使うんじゃないかっていうふうになって、その前にイラクを叩くんだっていう流れができたんでね、ちょっと待ってくれよみたいなのあったわけですよね。そのイラクにはだって大量破壊兵器を作る能力なんてもうなくなってるってこともあったし、一方でその犠牲になるのは子どもたちとかそういう本当普通の人たちがどんどんその戦争に巻き込まれるから、それをなんとか止める方法はないかなっていうのがやっぱりありましたよね。うん、そこからこう直接イラクの方にこう、まあ、支援というか目を向けていくというか、うん、やはりそのイラク何知ってるかというと、うん、僕もサダム・フセインのことしか知らないわけですよ。うん、サダム・フセインのイメージだけだとね、あそこを攻撃すればいいみたいな、みんなこうサダム・フセインが歩いてるわけじゃないでしょ。だからそこまず自分が行ってその見て、あのイラクってこういう国なんだよってことをしっかりと真実を伝えていくっていうところから始めましたよね。うん、でそのまあそこからこう子どもたちの医療を支援するジムネットっていうものを立ち上げて、うんうん、そしてその後こう直接的に病院などに支援するんですけど、うん、まあ、これを作らなきゃならないっていうふうに思って立ち上げてっていうのは直接どういった背景があったんですか？あのやっぱり劣化ウランの問題がありましてね、うん、でこれはあの放射能を出す兵器を湾岸戦争の時にアメリカがすでに使っていて、それでイラクの中では小児がんの子どもたちがすごく増えてるっていうことがあったんですね。うん、それでその当時反戦運動をやってる人たちがイラクのそのがんの子どもたちですよね、で、まあ、抗がん剤で髪の毛が抜けてたりとか、もう本当に死にかけてる子どもの写真を持ってきて大変だっていう話があったわけですよ。でそういうのをこう見てしまうと、実際イラクの中に入って病院とかを見せてもらうとですね、その子どもたちが薬がなくてただもうやっぱり死ぬのを待ってるという状況なんですよね。うん、でお父さんお母さんが泣きついてきて、でなんとかこの子を日本に連れて行ってほしいとかそういうことを言うわけですよ。うん、でも中途半端な支援をやってもね、それは何もならないし、あの向こうのイラクのお医者さんたちはそういう偽善じゃなくてね、うん、中途半端なことやるんじゃなくて戦争を止めてほしいとか、あの経済制裁その当時あのイラクに対して国際社会がやってましたけど、それをまずやめてほしいというふうにこう言ってたんですよね。うん、だからそういった意味で声を上げながらやったんだけども、残念ながらこう戦争が始まってしまって、うん、で実際病院なんか破壊されてしまう、うん、そうするとこうそこをどういうふうに今度は支援していくのかっていうのは僕たちの課題になりましたよね。うん、今あのジムネットの皆さんが撮影されたビデオが流れてるんですけれども、この間まあそのこういった劣化ウラン弾とか、うん、はい、まあの被害で白血病ですかね、主に。そうですね、白血病が一番多いですね。その、まあ、いわゆるお薬とか、うん、そういった病院周辺の支援を、まあ、ずっと継続してなさってきたということですね。まずやっぱり薬がないんですよね。で薬がないとそのお医者さんって何もできないから、うん、まずそのない薬を届けるっていうところから始めて、うん、でお医者さんにも協力をしてもらってですね、あのどうやって治療していくのがいいのかっていうことをあのイラクのお医者さんにこう教えていくという、うん、そういうことをそのやったんですよね。うん、実際にその白血病の支援と他には何かこう直接な医療支援以外には何かこう、実際になさってきたことっていうのはどういうことがあるんですか？あのね、子どもたちの置かれている状況ってやっぱり厳しいんですよね。で一つはその病院に行ってもそのただ寝てるだけですよね。うん、だからその絵を描いたりとか、うん、あとその勉強を教えたりとかっていうことをね、うん、あのやって院内学級って僕ら言ってるんですけども、うん、そこで子どもたちを励ますという活動に力を入れてきたんですよね。うん、まあ、あれから、まあ、あの実際に911から10年ですし、それからあの中に入られてからまあ8年とかですね、うん、はいはい、長いあの日々が立つわけなんですけれども、このその10年を振り返ると、うん、
どういうことを一番その佐藤さんは感じていらっしゃいますか。そうですよね、そのタイテロ戦争ということで、まあ、世界を平和にしようというふうにアメリカが声をかけて呼びかけて、うん、でみんなでこう集まって一緒に戦争しましょうってやったわけですよね、うん、じゃあその10年経ってどうだったかというとですね、全然世界は平和になっていない。でそれの例がやっぱりイラクを見てみるとね、うん、そのイラクはその戦争前テロがなかったわけですよ。ところがこの戦争をやったことによってテロリストがどんどん集まってきちゃって、で反米テロもあるし、あるいはその宗派対立みたいなものも起こってしまって、で1日に10人ぐらいが今でも死んでるんですよね。それを見るとやはりこの自分たちだけがなんかこの世界を平和になったとか言ってても、実はその底辺の人たちにとってはもうね、すごいこう安心して暮らせるような世の中じゃなくなってしまったっていうところですよね。まあ本当にそういう意味では世界がこう変わってしまったっていうようなものもあったと思うんですけど、まあ、今10年経って今年はそのたまたまその911の半年前に311の私たちは大きい、はい、まあ、地震があって原発事故があって、うん、で今佐藤さんたちはイラクの支援だけでなくて、まあ、実際に福島なりですね、東北のなんか支援もされてるんですけれども、伺ったところによるとイラクの人たちもその日本のことを非常にこう心配されているということを聞いたんですけれども、うん、支援されてた皆さんは何か今回 その311のことに何かこうメッセージとかおっしゃってることはあるんですか。最初の日に、ね、電話とかしてくれたりとか、まあ、電話がなかなか通じなかったんですけども、その E メールとかいろんなので大丈夫ですかみたいな感じでメッセージをまずくれましたよね、うん、電話かかってきたりとかってして、で何かできることがあったらやりたいとか、やっぱ嬉しかったのはそのがんの子どもたちで、うん、日本が支援して助かった子どもたちなんかが自分たちにもできることがあるんじゃないかとかね、あるいはそのうちのローカルスタッフの小さい子どもなんかが募金っていうか、お小遣いからそのお金を貯めて送ってくれたりとか、うん、そういうこともありました。今回こういった中でそのイラクの方々がその日本向けになんかコンサートを開いてくださっているという聞いたんですけれども、これはなんかどういったコンサートですか。これはね、そのイラクに僕が一番最初入った時に、うん、出会った少女がいまして、でその子は音楽学校の用務員さんの娘さんだったんですね。そこにずっと住んでいたので、学校がその破壊されたりとかしたんですけども、そんな中でもずっとその楽器を演奏してた、この子ですね、うん、この子はね、すごく面白い絵を描いてくれたんですよ、戦争前なんですけど、で手を広げてるね、こういう男の子の絵 でこれを僕らが使ってですね、戦争してイラクを攻撃してね、世界は平和になりますかっていうメッセージをつけて、でその反戦とかでいろいろ使ったポスターなんですね、で、まあ、その子が戦争中どうしてるのかなと思ってずっと心配してたんですけども、生き延びてその後イラクはもっと大変な状況になるんですけども、こうやって楽器を演奏しててね、で今ではそのこれはがんの病院を僕たちが支援しているところなんですけども、そこでこういう慰問にね一緒についてきてくれたりとかしてですね、すごいその頑張って生きてきてるんですよね、うん、でその彼女が今オーケストラに入ってるって、すごいですよね、イラクにでオーケストラって、ね、これすごいですよ本当に、でイラクってほら音楽教育ってほとんどやってないんだけども、その彼女が今でも音楽続けてて、今ね流れてますけど、はい、上を向いて歩こうが流れてますけど、こういうことで、ね、イラクにもこういうオーケストラがあるんだなってすごいびっくりしますけど、で今回特にね日本の曲をねやりたいということで、彼女これ楽器がなかったんで、僕らがプレゼントした楽器を使ってね、その楽器で日本のために演奏できたっていうのがすごく本人も嬉しかったし、あれですね、一番最初に出会われた時はまだねちっちゃい女の子だったのが、こうやって大きくなって恩返しをしようっていうのは本当につながってるんだなっていうのを感じますよね。でね、このコンサートの時に僕もですねバグダッドに行ってきたんですけども、ね、本人たちにも会ってきたんですけどね、で一方バグダッドは戦争から8年経つのに、未だにこうボロボロのまんまなんですよね、ほとんど建物も壊されたまんまで、電気も未だに来ない状況が続いてる、でもそんな中でも子供たちは成長してるしね、建物とか復興するのはなかなか遅いんだけども、子供たちの成長とかその生きていく姿っていうのはすごいなと思って、やっぱり希望を持てますよね、
劣化ウラン弾というとやはりその白血病というのは放射能の被曝による被害で、そういった意味でもこう今回起きた福島というのはある種こう共通項がある意味あって、非常にまあ子どもの将来という意味では厳しい部分もあるんですけれども、佐藤さんは今回その、今お子さんたちの福島の子どもたち そのキャンプなどもこの夏なさったということなんですけれども、このまあ10年振り返るとともに今回その福島の事故などを見て、何かこの、この2つの共通項というかどういったものを感じていらっしゃいますか？そうですよね、まずやっぱり福島見ててその放射能がかなり高いんでね、この子どもたちをなんとかしてあげなきゃいけないなっていうのは真っ先に思った。ただその僕たちはその国際協力の NGO なので、その立場から何ができるかなっていうことを考えて、まあ、未だにこの悪戦苦闘してるんですけども、やはり一つこの感じるのは日本がねこれからどっちの方向に向かっていくのかなっていうのはすごくやっぱ心配してるんですよね、うん、例えばその 9.11 でテロがあった後、そのアメリカという国はものすごく閉鎖的になってきて自分たちを守ることばっかり考えてきましたよね。その結果そのイラクの子どもたちが犠牲になって死んでいっている、そこにはほとんど目が向かない。じゃあこれ日本もその原発の問題があって、じゃあ日本を守らなきゃいけないということはすごく大事なことなんだけども、それだけだといいのかっていうところはやっぱりしっかり考えていかなきゃいけないと僕は思いますよね。まあ、今回その私もそうなんですけれども、3月11日にまあ大きいあれだけの地震とそれからまあ事故も起きて、どうしてもそのまあ頑張ろう日本っていうキーワードがまあこう街中に貼られる中で、どうしてもこう視点がこう内向きっていうか、それから寄付なんかももちろんすごくたくさん集まっている一方で、外に向く目っていうのが残念ながら弱まっていて、私も直前までは本当にいろんな中東の国々のこととかも関心を持っていたのに、その後どうしても、まあ、目が向かないっていう感じはあるんですけど、そういう意味ではこう両方にきちんと目配りするというか、やっぱり考えていかないといけないのかなっていうのは今 その佐藤さんのお話をお聞きしながら改めて噛み締めたんですけど、そこら辺というのはどういうふうにお感じになってらっしゃいますか？全くおっしゃる通りでね、世界がつながってますよね。さっきのコンサートもそうだし、で日本に対していろんな国が今支援をしてくれてるんですよね。でその額って結構大きくて、今、はい、その世界で第2位の非援助国になったとかいうような話がありますですね。日本が世界で2番目に支援を受けてるってことですね。でそれでただイラクも実際ですね、その8億円かな、寄付をするということを決めたという話があって、それだけやはり多くの人たちっていう国の人たちに支えられてるんですよね、まあ、精神的なサポートも手紙とかを、ね、もらったりとかあるんだけど、金額的にもそういう大きなものがある。それはもう少しなんかあまり日本が認識していなくて、自分たちだけでなんか頑張ろう頑張ろうっていうふうにこう思っちゃってるところがあるのかなと思いますけどね、そういった意味では本当に世界の中にある、もう今や本当に何ていうのか、自分の国だけで生きていくっていうことは全くできないわけで、そういう意味では本当に世界とどういうふうに付き合っていくかっていうことを、こういう時だからこそ考える必要があるのかなと、ね、すごく大事ですよね、例えばその ODA っていうのがありますよね。それでもその今じゃあどうするか、 ODA 額を減らして、しかもその国際援助っていうことでね、途上国援助っていうことで食料支援をやる。それがその放射能が混ざってる食物とかをね、その海外にその援助したりしようなんていう話も出てて、それはやっぱりとんでもない話ですよね、で原発にしてみても、そのいろんな国にこれから技術を供与していこうということで日本が動いてきたんだけども、まあ、こんだけひどいことだったわけじゃないですか。技術にしてもまだまだ未完成の部分がある。それはやはりきちんと見ながら、その海外で同じ事故を起こさないように今度は日本の責任が問われてくると思いますもんね、はい。ちょっと今手元にですね、こういう深刻な時だからそこ希望っていう、最近出されたばっかりというのを聞いてるんですけど、本を出されたということなんです。これはどういった本なんですか？これ本当はね、イラクの僕が撮った写真があって、それに鎌田先生にもコメントをもらいながら、難民の問題とかね、戦争の問題とかを平和とか考えようっていう、そういう本にするつもりだったんですけども、この震災が起こってしまってもう真っ白になってしまったわけですよね。いやどうしようかって言った時に、やっぱりこんな時代だから、その日本の震災の話もイラクの話も結びつけたもので、世界の希望というものをね、なんか表せればいいなって、日本だけじゃなくて、これは今も鎌田さんと話が出てきてますけれども、医師で最近その福島のことでもたくさん低量被曝のこととかで発言をされている、
鎌田実さんは、同じそのジムネットの代表をされていて、それであの佐藤さんと共著でエッセイと、それから、うん、あの佐藤さんが写真を撮られてるっていうものなんですけど、あのたくさんですね、中にあの絵とかイラクの話と、それからその福島の話、両方が載ってる。そうですね、あの、はい、東北石巻の話も含めてですけども、はい、ということで、まあ、最近出されている本なので、ぜひあのお手元に取ってあの、ね、見ていただけたらというふうに思います。本当にあの子どもたちが希望っていうことをすごく感じられる内容になっているかなと思いますよね。そうですね、だから本当にこの、ね、本を作る中でも日本なのかイラクなのかっていう、そういう議論っていうのはずっとあってですね、うん、まあ、それは日本の中で閉じこもるのか、うん、日本が世界に向けて発信していくのかっていうところがやっぱり問われていることだと思いますよね、うん、まあ、そこをこう表したかったっていうのがあります、うん、分かりました。あの佐藤さん、ありがとうございます。本当にあの、まあ、10年本当に早かったなっていうような早かったですね、あの気がしていまして、であのこのアワープラネット TV はその 9.11 事件をきっかけに、まあ、生まれたそのインターネットのメディアで、まあ、これまでその、広告などを受けずに皆さんの寄付でこう、うん、ずっと活動を続けてきたんですけど、うん、やっぱりそのこの10年、最初はまあインターネットで動画で、こういったメディアで発信するっていうのは、うん、ほとんど誰もこう理解をしてもらえなかったんですけど、10年経ってみれば、うん、インターネットで動画を見るっていうのは当たり前になってきていて、うん、まあ、その中で今何ができるかなというふうに考えてるんですけど、まあ、この10年いろんな意味で変わったところと変わらないところとあって、あの私たちもあの今やんなきゃいけないことがあるし、おそらく佐藤さんたちも今こう一番やんなきゃなんないことなんだろうって模索しながらやってると思うんですけど、やっぱりね、その 9.11 があってね、イラク戦争を止めようと思ったけど止めることはできなかった、 できたことできなかったことたくさんあるんですよ、10年間。でこの 3.11 があって、それを乗り越えてね、それをまとめてやはりあの平和を作っていくとか、もう戦争が起こさないようにしようとかね、その命の大切さというところから日本が世界に発信していかなきゃいけないなっていうことを、もう一回これをこうちゃんと考え直してあのやっていきたいなと思いますよね。わかりました、ありがとうございます、今日はですね、ジムネットの事務局長佐藤真希さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。